みなさん、こんにちは。しのです。この前、伊賀市の広報に猫の肉球みたいな絵と伊賀城和って書いてあったけど、お城と関係があるのかな？あれって何なのかな？あ、銀子先生、こんにちは。こんにちは、しのさん。どうしたの？銀子先生は伊賀城和って書いてあるこのマークのことを知ってる？それは伊賀城和、定住自立圏のマークね。難しい言葉ばかりだね。先生、もっと簡単に教えて。正式名称は伊賀山城南東大和定住自立圏といって、地理的な位置がわかる名前がついているんだけど、略して伊賀城和定住自立圏って呼んでるわね。しのさんがお城と思った城和の城は、伊賀市の隣にある南山城村と笠木町の昔の地名山城の国の城から取っていて、城和の和は奈良県山添村の昔の地名大和の国の和の文字を取っているの。そしてあのマークは県域を構成する市町村の位置や形をイラストにしたものなのよ。生活圏を共有する県域の一体感をイメージして作られたの。しのさんはこれらの地名は聞いたことがあったかな？知ってるよ。南山城村も笠木町も山添村も県は違うけど、車でなら30分以内だし、家族で時々ドライブとかに行くもん。しのさんがご家族と県境をまたいで出かけるのと同じように、近隣市町村に住んでいる人もたくさん伊賀市に来る機会があるのよ。へえ、遊びに行くだけじゃないの？そう、例えば買い物や通学、仕事で毎日たくさんの人が伊賀市に来たり、伊賀市の人が行ったり行き来しているわ。そうなんだね、知らなかった。そういえば車だけじゃなくて鉄道やバスでも行き来できるもんね。そうね、古くから地理的にもつながりが深い地域だから、今でも買い物、医療、仕事、文化、スポーツなども交流が盛んなの。だから生活のエリアを共にしている住民同士が交流したり連携したりすることが大切なの。助け合える仲間がいるって頼もしいわよね。だからお互いのことをもっとよく知ってもらうために、広報で毎月それぞれの町を紹介しているのよ。歴史のことが載っていたり、お祭りや楽しいイベントが載っているから、お父さんがよく読んでるよ。他にはどんなことしているのかな？構成している市町村の将来像、水と歴史でつながる県域をみんなで推進するために、定住自立圏共生ビジョンという計画を作っているわね。計画ではみんなの生活に関わる災害や保健福祉、産業振興などいろいろなことを協力しながら取り組んでいこうとしているの。3つの府県の集まりだから、東海から関西まで広い範囲での連携や活動も期待できるわね。全国的にも珍しい連携なのよ。それぞれ別々にするんじゃなくって、共有したり必要なことは協力したりするんだね。みんなが住みやすい町になるといいね。ところで伊賀市はどんな役割をしているの？中心市である伊賀市は、県域内の住民が安心して暮らしていけるよう、町の機能を充実したり強化したりして、県域内の魅力の向上や活性化などに取り組んでいるわよ。へえ、伊賀市すごい。他のところはどんな役割？伊賀山城南東大和定住自立圏形成協定というのがあって、お互いに役割分担してできることから取り組んでいくことになっているわ。また伊賀市と連携をしながら生活機能の確保充実に努めて、各地域が持っている地域資源を生かした事業に取り組んでいるから、これからも注目していこうね。このマーク可愛いから忘れない。伊賀城和定住自立圏もちゃんと覚えたよ。しのさんに興味を持ってもらえると嬉しいわ。
このロゴマークのステッカーは市の窓口で配布しているからもらうといいわね。県域の一員として PR もよろしくね。はい、伊賀城和のこともっと知りたくなったから調べてみようかな。教えてくれてありがとう先生。またわからないことがあったら教えてね。いつでも聞いてね。それじゃあまたね。